バルター・ビルヘルム・ゲオルク・ボーテは、ドイツの物理学者、数学者、科学者である。1954年コインシデンス法による原子核反応とガンマ線に関する研究によって、ノーベル物理学賞を受賞した。ベルリンに近いオラニエンブルクに生まれた。ベルリン大学で、マックス・プランクの下で学び、学位を得た。第一次世界大戦では、ロシア軍の捕虜となり、 5年間シュベリアの収容所で過ごした。戦後、ベルリンの物理工学院でハンスガイガーと共同で複数のガイガー係数管を使って粒子を同時に測定しその信号の差から粒子の入射角度を決定する方法を開発した。この装置を使ってコンプトン効果を研究した。コインシデンスポーは 産卵現象の近代的な研究手段の先駆けとなった1920年代は宇宙船の研究を行い、宇宙船にガンマ線だけでなく高エネルギーの粒子が含まれることを示した。1927年にはアルファ線の衝突による軽元素の核変換の研究にコインシデンス法を用い始めた。1930年代は アルファ線を衝突させたベリリウムから高いエネルギーの新しい放射線が発生することを見出し、後にジェームズ・チャドウィックにより中性子であることが確認された。1929年からベルリン大学助教授、1930年からギーセン大学物理学部の教授研修人となり、1932年にはハイデルベルク大学の物理学部長となった。 カイザービル・ヘルム医学研究所で研究を始めた。1934年、マックス・プランク医学研究所の所長となった。1941年に、ボーテとペーター・イエンゼンは、グラファイトの中性子の原則効果の研究結果を報告するが、この結果が誤っていたことにより、ドイツの核開発は原則剤に重水を用いることに、 なり、ドイツの核開発が遅れた原因になったとされる。1943年ーでは、ドイツ初のサイクロトロンを完成させた。戦後も、ハイデルベルクのマックス・プランク研究所で研究した。1953年、マックス・プランクメダルを受賞し、1954年、ノーベル物理学賞を受賞した。ありがとうございます。